モデルプレスイコール2024年3月26日、女優の今田美桜が26日、都内にて行われた新ビールブランド発表会に、内村てるうっちゃんなんちゃん、天まみゆ目黒めスノーマン、とともに出席。ロングドレス姿で登場した、写真、今田美桜、美ボディライン引き立つドレス姿が色っぽい、今田美桜、 ロングドレスで美ボディライン引き立つアイボリーのロングドレスで登場した今田だ。時折、今田だの美しいボディラインを引き立っていた。また、この日は4人揃って新ビールで乾杯。今田もステージ上でビールを飲み、朝からすみません、と報道陣にお茶目に謝罪。CM、撮影が少し前だったので、そこから飲めなかったので、久しぶりに飲めて嬉しいです。 と幸せそうな笑顔を見せた。CM 撮影で未だは、なんて表したらいいのかわからなくて、擬音が多くなってしまったのですが、香りがすごくフレッシュな感じが広がって。しかも醸造家さんが私と同年代ぐらいの方が中心となっていたと聞いたので、フレッシュさも乗っているのかなと思います。と新ビールをアピールした。モデルプレス編集部、ノットスポンサード記事。